思ったよりあれだな、人も減ったな。そう、前演部の日と昨日かはすごい。昨日はな、モリクロパークの方で最初は行っておったか知らんが、昨日もすごい人が多かったみたいで、まあ、名古屋城が賑わってくれるのは非常に助かるなっていうことで、わしがちょっとこの議員の週間で思ったことがあって、まあ、前演部の日人がかなり多かったな。まあ、前演部だから、まあ、みんなも来てくれるし、銀色週間も相なって観光客がものすごい多くて、天守閣がなんと本丸御殿の玄関ぐらいまで列ができとって、入場規制がかかるぐらい人が多かったって聞いてるし、まあ実際演舞しとる時もな、西の丸で櫓の前のとこは人が通り抜けることができんぐらい人があふれ返っとる中で、まあ我らが全演舞の日になったの非常に嬉しかったんだけど、まあ、ちょっとわしもそうだったんだけど、すごいな。まあ、たくさんのものが来てくれたからあまりみんなと交流ができんかったっていうのがあって、ほとんど話すこともできんかったものも多かったから、そこはなあ、ちょっといつもとなあまり話せなくて片付けないなと思ったが、この遠征にもな、まあ、ありがたいことにわしちょっと遠征が非常に多い武将でな、遠征先々でも援軍に来てくれるものが非常に多くて嬉しいんだけど、私はちょっと思ったことがあって、こう遠征に来てくれて誠は助かるんだけど、遠征の先でしか会えんものがおったりするんだな。遠征の先だ、そういったものとできればたくさん話すことができたらいいなって私はちょっと思ってるんだよ。できればな、その皆のなこともわかる、そのお勤めを多分休んで来てくれるっていうのも非常に助かる。私もその地で会えたことで非常に嬉しいし、その地でしかきっとな収めれん写真があるんじゃろきっと、そういうの非常にわかる。ただわしらも何しに行っとるかって、名古屋の集中しに行っとったりしてるわけだから、わしらもな、そのいろいろあるわけじゃよ、大人の事情みたいなもんだな。面白い話にすればな、ただそういうことを目的として行っとるわけだから、だから例えば名古屋市のブースが出とったら、そこで我ら当たってな、名古屋市では今こういう催し事やってるよってことを話さないかんわけだ。それをな、みんなも撮りたいの分かるんだけど、みんな知っとるじゃろ、もう知らんものに伝えてかんと我らもやっとる意味がないってことになってしまうから、いったらそこはちょっと情報してくれるとな、ありがたいなっていうのをちょっと思ったかな。撮ったらな、できるだけ例えば今名古屋市さんこういうことやってますよみたいな感じで言ってくれるとすごい助かるかなっていうのは思ったかな。ちょっと境界線が難しいからあれじゃけど、そういうのがあったらいいかなってちょっと思ったかな、わしは。あとこれわしが一つコツを教えておくと、みんなこうやって連日名古屋城来てくれて満足して帰らん方が、あ、満足して帰ってしまうともったいないと思う。なんでもそうじゃけど、好きなものとかやっとる時に、あーもう少しやりたいんじゃよってなった時にまた来たいなとか思うじゃろ。これすごい分かりやすく、わしが寸劇であればな、現世のものかな、現世の若者かな、朝早く起きて、本日はご来場くださいまして誠にありがとうございます。お客様にお呼び出しを申し上げます。ちょっと待ってくれ、大阪堺市セーブできとらんみたいな、中野いやー、だって学校行くわけじゃろ、大阪堺市、これ一日できとったら別に楽しくないんだよ、この春8分目で終わるのが楽しいんだろ。みんな詰書にて我らと交流するのも春8分目までずっとな、気が済むまで話すんじゃなくて、また喋りたいなと思うところで褒めるのが一番楽しいんだよ、これですな、おじき。そうじゃな。腹八分目、食べ物も満腹で食べるとな、寝るだけじゃろ。腹八分目で終わらせるのが何でもいいんじゃ、戦に行くのもそうだったけど、これが一つのコツ。楽しむ。